羊羹、匂いに負ける。はい、皆さんこんにちは。ドリフトアイスライダーです。さあですね、モトブログをちょっとね、久々に走りながら撮る感じなんですけど、今ね、北見駅前ですね、これね。さあ撮ってきますよということでですね、まあここ最近ですと、前にね、アショローランチということで、羊羹さんとね、タンデムをして、走ったりとか、あとは、100名様のね、チャンネル登録をしていただいてありがとうございます。ということで、とある和室からですね、まあ、珍しく二人でね、座って撮るみたいなね、そんなのありましたけれども、まあ、今日はね、走りますよと。結構久々ですね。はい。でね、今日はまあまあ、乗ってますね。今日もね、羊羹さんね。珍しくね、今日結構寒くなってきてるんですよね。ねえ。そうなの。だけど、まあ乗っていくわけなんですけど。で、今日はね、9月の10日ということでね、まあ2人でまたタンデムですよ。でね、まあタンデムでどこへ行くのかっていうね、はい、そういうとこなんですけど、はい、ちょっとね、羊羹さんの声がまた今日もちゃんと聞こえるかわかんないんで、まあまあ、バシバシ声を張ってってもらえればいいんじゃないかなと思って。できるかな。あ、寒い中声出せっかな。そうなんですよね。ちょっと今日ね、やっぱもう一気に季節が秋っぽくなってきているんでね、最高気温もだいぶ下がってきてるんですよね。なので、まあちょっと羊羹さん寒さに弱いって言ってましたけど、はい、まあ頑張ってね、はい、行きましょうね。はい、はい、で、はい、お願いします。はい、はい、で、今日、あ、じゃちょっとシールド開けようか。声できるだけ入るようにしようか、これでね。はい、ちょい、急ブレーキストレイ。はいよー。はい、でね、今日の目的地は、じゃどこ、ちょっとし、大丈夫ですか、これ映んないですか。僕は後で、こうモザイク処理するのめんどくさいんですよ。なんで、指1本分ぐらいの薄さにしてください。そうそうそう。これでいい。そうそうそう。で、今日のね、その目的地、うん、まあ、目的地がどこなのかをどうぞ発表していただければいいんですか。何をするのよっていう、今日何すんのっていう。今日は、はい、オンレユランチ。あれ、なんか聞いて話してたのと違う気がするんだけど。あれ、オンレユランチだっけ。あれあれあれ、もうちょっと待って、青になるな。話は違うな。話違うよ。ちょっと待ってよ。思ってたのと違う。あれだって、あ、足、あー、ですね、皆さん、足湯です、足湯。足湯でね、足湯なんですよ。もうびっくりしたよ。なん、俺、まあ、食べるのいいんだ、もちろんね。食べるのいいんですよ、お腹減ってますからね。今ちょうどお昼過ぎましたね。なんで我々お腹減ってますね、はい、うん、なんで、まあまあランチじゃ兼ねましょうよとね、うん、で、目的地としてはこの先ずっとですね、今日は国道39号ですね、今走ってる、はい、ここをずっと行ったらもう曲がらないでね、ひたすら39号走って、はい、オンネユ温泉というね、場所で言うと石北峠っていうね、大きい大雪山山系のね、大きい峠道のふもとにある温泉街ですね、はい、そこにある、まあ、私も羊羹さんも前から知ってるんですけど、はい、おすすめのね、はい、すごいいい足湯があるんですよね。そう、とっても綺麗なんですね、はい、なんでそこに行ってランチも食べようじゃないかということですね、うん、よし、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあレッツゴー。はい、という感じでですね、今はだいぶもう北見の中心部から外れて、方向で言うと東愛の内とかね、海というよりは山の方向に向かって今走ってる感じですね。さあ、やっぱ今日ちょっと道混んでるね。ハハハハ。まあまあ、今は
うん、そうね、ここまで来たらだいぶね落ち着いたけど、うん、混んでたね。やっぱ日曜日だから、そうだね。さあ、そしてね、こう中心部から離れれば離れるほどね、寒くなってきてませんか？そうなんです。寒いよねこれ。寒い。おかしい。え、9月8日だったっけ？9月10日です。あ、10日だよね。10だよね。こんな寒いかね。いや、これからだってあれ御根湯温泉って言ったら、もう要は山の麓の方だからね、だいぶ行くけど、大丈夫かね。いや、不安しかないね。不安しかない、うん、いや、そこは同感だね。まあ、とりあえずね、まだ一応北見、まあ中心部からね外れて少ししか走ってないけど、もうだって心が折れそうだもん。もうなんか若干のなんか危険を感じてるよね。危険を感じている。ああ、いや、まあ頑張っていきましょうよ。足湯は暖かいから、うん、やってないなんてことはないよね。そうだよ。そうだよね。なんか不安になるんですよ。よし、まあ行きましょうか。今これ東合野内だね。うん、行きましょう。なんかちょっと雲怖いな。雲本当怪しいんだよね、さっきから。なんかね、ちょっと暗めな雲が多いね。まあちょっと大丈夫か、ヤバかったら引き返そう。うん、行ってみよう。行こう、うん、よし、じゃあ行きましょう。ウェーイ。さてと、国道39号ずっと来てるんですが、まあ、だいぶね、北見市街を抜けて、もう、東合野内、合野内とね、隣町みたいなところをね、抜けてきて、次ね、留辺蘂町というところを目指しているんですけど、いやー、行く先の雲の色が怪しい。大丈夫かね。でも綺麗だな。いいね、まだ葉っぱもいっぱい緑があるし、綺麗。大丈夫かな。あ、ライダーさん、わーい。いや、素晴らしい。よかった、今った。相手のライダーさんも手振ってくれた ね、 振りましたね。素晴らしい。やっぱたまんないね。いや、楽しみだ。また野営したいね。やっぱりさ、こう今もう9月に入ったじゃない、すると、まあ羊羹さんはね、こうバイクにこうやって一緒に乗ってるって、すごい限られた時間しかないと思うんですけど、私本当時間とかあれば仕事の合間に乗ったりねするんですけど、こうライダーさんがね、やっぱり8月から9月にね入った途端ね、減ったのよ一気に。多分まあね、シーズン的に海外から、あ、海外じゃないや海外じゃないね、道外からね、本州とか、それこそ北海道外の方とかね、やっぱツーリングシーズンが8月がピークっていうのもあってね、こうバイクの後ろに銀マットとか寝袋とかつけてこう来てる、あ、来たんだなっていうライダーさんがね、明らかに減ったんだよね。だからね、野営するああいうタイミングもなかなかなくて、うん、なんかこうすごいね、やっぱ楽しいね、野営はね。野営楽しいね。ねえ、なんかこう、なんだろうね、別になんかこう会話するわけじゃないんだけどさ、その瞬間でつながるものがあるよね、やっぱね。うん、ね、いいよ、素晴らしいよ。うん、はい、今ね、留辺蘂町入って、そこをね、まっすぐ抜けてきますね。国道39号線、ひたすらまっすぐですね。さあ、これね、まあ、留辺蘂町に入るまで、東合野内の方から、合野内かな、あっちの方からね、ずっと来てたんですけど、とにかくね、まあこれ、羊羹さんも言ってんだけどね、寒い。ヨガさん大丈夫かな、ちょっと聞いてみようか。ちょっとシールだけでね、風入っちゃうけど。ヨガさん、寒い。
寒い。ゆかさん寒い？寒い。もっと厚着すればよかった。いやー寒いね今日ね。寒い。あれ北見でもさ寒いなんてこと言ってたけどさ、あライダーさんだ。ライダーさんやえしようぜ。ええふう。あちょっとちょっとおとなしめな感じだったね。かっこいい、こうクールな、うん、ピシッっていうこうね、クールな感じだったね。いやでもね、こうでもしてないと寒くて辛いね。辛い。なんだろうね今日、これやっぱ日差しがないからかね。いやなんかちょっとね、雲が厚いのが気になるんだよね。これは降りますね。降るかい？降りますね。だ、降るかい？大丈夫じゃない？だ身の危険を感じている。まあ山の方だからね、天気はちょっとこう変わりやすいから、多分今怪しくても着く頃にはちょっと良くなってると思うよ。そうだね。うん。という感じでね、これだね、旭川層雲峡方向39号線。まあ層雲峡って言ったらね、知ってる人も結構いるかもしれないんだけど、石北峠というね、まあ北海道で一番大きい峠でね、それを通り越して、お旭川135キロ遠いね。そうで、そこね、石北峠を通り越してちょっと行ったところにね、層雲峡温泉っていうね、めちゃくちゃ崖のすごいね、あの谷間にある温泉ね。綺麗ですよ。綺麗だよね。あそこ紅葉がおすすめ、はい、それあれかい、モトブログでもう紅葉時期めっちゃ寒いのにバイクで行けってことかな。いやそれはあなた次第です。わかりました。ちょっと考えましょうね。考えましょう。はい、私はもう後ろには乗りませんけど。あそうですか、はい、まあ、今日だいぶ来てるからね。まあまあまあ、やられないように頑張りましょうね。はい、じゃあ行きましょう行きましょう。直線だからまだずっとね。はい、はい、オッケー、譲ります。寒いから寒いね。これやばいね。よし、じゃあ頑張ろう。よし、はい、という感じで今温泉温泉入りましたね。やってまいりました。いや寒かった。まあ北見のね、奥座敷なんてね呼ばれてますよ、温泉温泉はね。で道の駅がね、もうちょっとしたら右手に見えてくるので、まあまあまあ、ちょっと休憩がてらね、少し、道の駅を寄ってね、はい、うん、でそこにねちょっと面白いものがね、はい、珍しいというかね、あるんだけど ねそこのちょっと見たいんだけど、それちょっとタイミングがねあるみたいということなんで、その辺をちょっとチェックしてね、帰り際にちょっと撮ってみようかななんてね、うん、思うんだけども。はい、道の駅温泉湯温泉ですね、到着しましたよ。さあここはね、まあ結構一時有名になったんだけど、あどうぞ、いいよどうぞ。一時ね有名になったんだけど、なんだっけ、世界で初めてかな、滝壺をね下からこう覗ける水族館があると、山の水族館って言ってね、すごい有名になりましたけど、あとこれでっかいのがカムリンっていう、これが世界最大級って言ったかな、うん、ね、世界最大級のからくり時計なんですよね、うん、はい、道の駅温泉湯温泉到着いたしましたよ。お疲れ様でございました。はい、どうもお疲れ様でした。寒いですか。でね、時間がね、からくり時計のね時間の方が今2時10分かな、20分だよね、あれね、20分ですね。そうだね。じゃあね、せっかくなんで1時間ごとにね、あれがこう動くということなんで、うん、せっかくなら動いてるの見たいね。うん、ちょ次3時のチャンス狙いましょうか。
はい。ということで、ではまた後ほど。まあ先にね、足湯行くなりなんなりちょっと考えながらね、行きましょうね。よし。はい、ということでですね、まあちょっとね、道の駅でさっきね、お話をしていたからくり時計のタイミングがね、まだちょっと時間があるので、先に足湯をね、ちょっと楽しもうじゃないかということでね、すぐ出発したんですけども、お、いいね、右の後ろにこうライダーさんがね、ついてきて、ちょっとしたなんかこうツーリング気分だね、これね、全く知らないおじさんだけど、もう全く知らないおじさんだけど、ツーリングしてるみたいな、いやー、やばいね、雲の色がね、あら、ちょっとやばそうだね、まあ、やばいなら引き返しましょうね。はい、じゃあちょっとね、後ろも混んできてるんでね、若干ちょっと集中して走りましょうかね。はい、また後ほどですね、これね。はい、では行きましょう。ほい、ということでね、だいぶ目的地来ましたね。ここですね、御根湯温泉の次、塩別つるつる温泉っていうとこですね。ここにね、いい足湯があるんだけど、どっから入るんだったかな。あ、これかな、ここだね、ここね、ここ滝の湯センターって、ここを入って、うだだだだだ、ここにね、いい足湯がね、結構穴場的な足湯なんだよね。そう、綺麗なんだけど、うん、あんまり人がいなくって、うんうん、結構くつろげるね、まったりできるんだよね。まったりできるわけね。しかもあれ、さっきのあの御根の道の駅からこれどれぐらいでも10分かかった、ないと思う。とか、本当そんなもんだよね、かかってもね。近くてね、すごいいいとこ。うん、綺麗だし、よいしょよいしょ。さあ、駐車場。駐車場止め放題だね。止め放題です。うん。ですよ。ね。さあ、着いたぞ。ちゃんとお湯張ってるよね。あ、あるね、あるね。よしよしよし。オッケー、到着いたしました。入りましょう、入りましょう。足つかりましょう。ね。よしよし。走ってるね。行くぞ。汗かいてないだろう。Ha ha ha!